本日はリクエストにお答えして、警察、教察、さする、こする主義をやっていきます。この関節の平面部分を使って指の背の部分でさすりますね。これは強殺になります。で、ふくらはぎは手のひらや手根の部分ですね、ここを使ってさすりますね。警察ではまんべんなく足首から膝裏まで一定の圧で擦り上げますね。血行を良くしたい場合には末端から中心へ向かってこわばりや高ぶりを沈静化させるにはこのように中心部から末端に向かって流していきますね。手だけではなく、このようにその前腕を使ってさすることもあります。この速さや力加減に関しては本当にそーっと皮膚に触れるか触れないかぐらいの優しく行うこともありますし、もう少し皮下組織に向かって少し圧をかけながら行うこともありますし、さらにセルライトの分解などを目的とした場合にはもう少し力を強くして強殺をしていくこともあります。これは好みですとか状態、用途に応じて変えていきますね。またこのように円を描くようにして行う警察もあります。両手を使うこともあります。どれが気持ちよかったですか？円を描くのが気持ちよかった。円を描くように、はい、これですかね。あ、両手、あ、両手で、はい、こういう形ですね。これはお客様の好みによって、じゃあ体の状態によって変わってくるので、場合によっては引きながら力加減や速さの方向などに関しては決めていくこともあります。
たよ。はいはい。さあ、背中の方をやっていきますね。背骨に沿って撫でてあげると気持ちいいですね。いかがですかね。気持ちいいの席で撫でる。手のひらから始めて肘までずっと下にまでさする方法があります。失礼いたします。末端から肩の方へ。この時にここも使えますね。手のような腕のような場合はこの腕のカーブに沿わせるような形で これもこのように両手を使って吸いますね。背中とかももなど広範囲を行うときはこのようにこの前腕部分を大きく使って当てた状態でさすります。このようにですね、背中の方から手先の方までスーッとさすっていくと肩に入って余計な力が抜けてリラックスする効果があります。いかがですかね。結構繰り返してると眠くなります。こう大きくやってあげた方が気持ちいいですね。こうちっちゃくてもやりようによっては気持ちいいんですけど、まあ
弱い刺激なので、こう大きくやった方が安心感につながりますね。今度仰向けですね。はい、仰向けで行うような足の走り方がありますね。チョコンを使うこともあるんですけれども、どちらかというとソフトにやっていくので、 指の四肢警察ですね、指の腹による警察になりますね。あるいはこの二指ですとか、細かい部分に関しては指の本数を減らしたりして調整しますね。指も凝りがきつい方の場合は、まずこのようにさすって、少し緩めていきますね。
後に座っていただいた状態での計測で終わりになります。刺激は初めに弱く、それから少し圧を強めて強殺をしてもよろしいですし、また最後には優しくソフトに力を抜いていっておしまいになります。はい、ありがとうございました。